皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。スタートです。 いつわあー、ちっちゃい。幼馴染みだもんね。え、それが初めて見たとき学校一緒だったとかじゃないんだ。オープニング入りました。 白い砂のアクアトープ10話ですね。あの前回の研修に来てた女の子名前ちょっと聞き取れなかったというか、ハエバルさんっていうのは聞こえてたんだけど、ちょっと合ってるかどうか自信なかったんだけど合ってましたね。ハエバルチユさんですね。なんか私の勝手なイメージかもしれないんだけど、 沖縄の方の名前とかって、ちょっとなんか、読み方が特殊というか、ちょっと変わった名前って言ったら失礼かもしれないけどね。面白い読み方しますよね。この女同士の友情もいいよね。この作品ね。 え、なんだろうカイ君の話になるのかな二人の話かなはい、オープニング終わりました。二時半そんな早いのあ、そっかそっか。 そっちか。え、大変だね。ちゃんと寝れてるめっちゃ寝るの早そうだね。カイ君 <laughs>。 でも魚たちがいる限りはさうん思い詰めてる感じがするね。 <laughs> うん何か秘策はないものかやっぱりなんかうんうん ええー。ええー。こんな芸能界から、しばらく離れてでも問題ないのええー。やっぱり戻ってきてだったか。 なんかそんな気はしてたんだよね。あ夏の終わりまでか。こっちはこっちでリミットがね。え、ね、そん、あ、そっか。さっきカレンダー見てたね。そうだったね。確かに。 みんなそれぞれ悩んでるなこっちはこっちで。心配してんだけどね。声かけられない。 本格的だね。何で占ってんのこれ。うん。 なんかみんな言うよね。不思議な光景というか。 懐かしいものを見るのかなうーん。うん、まあ、確かに。 でもそれを売りにするのはな。大丈夫かうーん。それなんだよね。見ようと思って見るもんじゃないもんな。 そうなんだよね。下手したらペテン扱いされちゃうぞ。あ、妹いるのか。あ、なんか出てきたっけ、前も。<laughs> 出てきたかも。 それがなぁ。帰るのか、また芸能界に戻るのかって感じか。なんか悩んでるみたいだけどね。考え、あれだね。 心ここにあらずって感じだね。でもいきなり主役ってすごいね。うん。なるほどね。 悩んでるんだね。そりゃ悩むよね。だって芸能界で活動したかったんだもんね、もともとね。みんなそれぞれやりたいことがあるからな。しょうがないんだろうけど。 割り切れないんだよね。そんなふうにはね。きっと頭では分かってるんだろうな。ククルもね。エピソード時、置き去りの幻幻ってどっちなんだろうその、見えるっていう方かなあの、 水族館で。ああ、それ、書いちゃったんだ。SNS で。うん。焦ってるからな。うん。<laughs> 出た出た。よかったね。ルイルイ。あ、よかったじゃん。ふふふ どうした子供同士のこういうカップルかわいいよね。微笑ますし。どうやって実験すんの いや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 、失礼な。どう付き合わせるんだうーん。うみゅう,う,うって <laughs> あー。ああ。 そして巻き込まれる <laughs>。ああ、問い合わせが。来てしまった。おじいちゃんの耳に入ってしまった <laughs>。 なんだ、カイ君と二人で実験すんのどうやってうーん。検証すんのね。 瞑想え <laughs> なんだろうね。ぼ、没入水族館見続け、あの、水槽を見続けるとか <laughs>。心のあり方が問題なのかな、やっぱり。トリガーは。 かもしれない。 でも漁師と水族、この水族館のね、あれ、二足のわらじ大変そうだよね。ククルトのことじゃないのなんか、ちょっと階層がありましたよね。そうだよね。 俺何時寝てんだろううんそっかずっと続くと思ってたんだよねあそっか お魚さんたちもみんなあれなのか別の水族館とかに移動するって感じなのか子どもの頃を思い出すなんか もどかしい気持ちを抱えてはいるんだろうね、カイ君ね。なんか <laughs>、おじいちゃんのさ、イントネーション面白いんだよね。あ、ああ、そのことについてか。うーん。書いたの そうなんだよね。うーん。でもおじいちゃんいいよね。叱りつける感じじゃなくて。悟す感じで <laughs>。 そうだよねうーんだからあの水族館にいるお魚たちも家族みたいなもんなんだよねきっとねクックルにとってはね。 葛藤するね。うーん。なんかそれ、終わったと思って。いやー、切ないっていうかなんて言うかなんて言ったらいいんだろう、うこれ。表現しにくいんだけど。 何とも言えないな、それ。恩人みたいなものだもんね、ククルがね。うーん。もどかしいというか、どうしたらいいんだろうね。こっちはこっちでね。 訪れた。幻というか。うーん。やっぱ苦労なんとか、してあげたいじゃないけど、そういう気持ちが見せてくれたんだね。背中をしたんだ。自分を。 それで魚に興味持ってくれたんかないや、ちょっと今泣きそうになっちゃった今のシーンで <laughs>。そっか泣きそうにっていうか <laughs>。ああ。 ああ、リンクが切れてしまった <laughs>。いいね、幼馴染み。うーん。カイ君の気持ちもあったかいな。リンリング入りました。 いやーなんかいろんな人のこの気持ちというかな、んというか。ねえ。あ。いいな、おさらなじみ。私もお皿なじみ欲しかったな。欲しいっていうかなんか <laughs>、なんていうか <laughs>。うーん、そういう関係もいいよな。 子供の頃から見てくれてる存在って、ある意味なんかその黒歴史というかさ、なんか、今振り返ってみれば恥ずかしいところも見られてたかもしれないけど、みたいなね。まあなかなかそれで大人になってまでずっと、なんか付き合いがあるって、なかなか難しいかもしれないけどね。そういう関係も素敵だよね。 中にはさ、そういう切ない関係とかもあるかもしれないけど。<laughs> はあ えっと、白い砂のアクアトープ10は見終わりました。えー、なんかさ、辛いなぁ。そっかー、なんかいろんな人に感情移入しちゃってさ、なんかもう、ぐちゃぐちゃになってんだけど今。<laughs> なんかさ、ふうかちゃんは風花ちゃんでさ、あれじゃないですか。ね、やっと慣れたさ、アイドル。 ね、アイドルにやっと慣れてさ、慣れたと思ったら、挫折というかね、諦めてしまって、もうアイドルでいられなくなってしまって、芸能界というか、やめて、逃亡、逃亡じゃないけどね、ちょっと離れようと思ったところで、こんなククルに出会って、まあなんかある意味恩人みたいな感じでさ、いろいろ自分を受け止めてくれて、いさせてくれて、 自分の居場所を作ってくれて、ここで生活してたでさ、この子の夢を応援してあげようって思ってて、一緒に夢を追いかけようって思ってたらさ、また今度はね、戻ってこないかなんて言われるなんてさ、酷だなそれは。そこで、ね、戻ることを選んでもさ、ーガちゃん悪くないしさ、 それはね、ふうかちゃんの人生だからね。いや、でもさ、クックルを裏切るような気持ちにも多分彼女はなっちゃうんだろうしさ。いやー、なんか、あーやだね、それ。<laughs> だって絶対未練はあるもんね。芸能界にね。なんか、カイ君のその幼馴染みのね、エピソードもね、良かったですね。思わず泣いちゃいましたけども。そっかー。そして幻で自分の、 ね、小さな頃のね、自分の背中を押すっていうのもなんか良かったですね。あれで、ククルは魚に興味持ってくれたのかなで、水族館にも行くようにもなった感じなのかなでも、カイ君も、カイ君とのつながりもやっぱり大きいんでしょうね。そこに、おじいちゃんとおばあちゃんの家にね、残るようになったきっかけというかね。 残るようになった理由もねきっと水族館だけではないとは思うんですけどね。はあ。なんかほんといろんな人の感情が入り乱れてぐっちゃぐちゃって感じですね。<laughs> なんかまた他の人のね、海やんとかさ、空也くんとかも、他の人の事情とかもまた絡んでくるかもしれないですね。という感じで、白い砂のアクアトープ10は ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。